鈴風、床滑港空港地区の港湾施設。中央には旅客施設が2棟並んでいるが、松阪高速船が使用していた手前の棟は2013年時点では使用されていない松阪港松阪高速船株式会社は、かつて三重県松阪市に本社を置いていた海運会社。2009年8月31日まで、三重県松阪市の松阪港と愛知県床滑市の 中部国際空港を結ぶ旅客船松阪ベルラインを運航していた江崎汽船が主体となり会社を設立し2006年12月20日運航開始した需要予想は1日あたり600人であったが最も利用者が多かった2008年度でも1日あたり340人程度にとどまった航路開業から半年余りが経過した2007年8月から1年間の利用者数は 1> 約1.2万人で、採算ラインを約3万人割り込んだ上、燃料費高騰などもあり、約8、0円の累積赤字が見込まれることから、経営難に陥った。こうした状況に対して同社は、松阪市に公的補助を求めたが、同市は、松阪高速線の親会社と赤字補填はしないという協定を結んでいた。しかし2008年9月の燃料油。 価格変動調整金制度導入にあたって同志は利用促進のためであって赤字補填ではないとして調整金分の運賃補填を決定した。これに対し津市と中部国際空港を結ぶ航路を運営する新エアポートラインは健全な競争ができないとして反発した。その後、2009年8月31日をもって同社による運航を終了し、翌日より新エアポートラインが 同航路の運航を引き継いだ。しかし新エアポートラインによる運航も2016年12月19日の契約満了によって終了した。鈴風約130総トン、全長約31.5メートル、幅約8.0メートル、出力3590馬力、高快速力31ノット以上、旅客定員108名、アルミニウム合金製の総動船、松風。 予備線松阪港中部国際空港アクセスの再生を松阪市と協定。新エアポートラインハット AB 大沢 U、消えぬ、返済金の荒波2016見えか。ありがとうございます。